大金ギクセネシオスキャンディンズブッフ、ハミル、X、D 団は、菊科の植物の一つ。家系が鶴のように長く伸びる。本州と四国の南岸からヒマラヤにまで分布する。頭離せが高くなる多年生の草本。茎は、鶴状に長く伸びて高さ2メートルから時に5メートルにも達する。長く伸びると、キブから倒れて伸び、よく枝分かれする。茎の葉は五生し、 草室で表面は新緑色で多少の光沢があり、表裏ともそれに縁にも目立たない柔らかい毛がある。葉の形は長く伸びた三角形から好皮心型で、下部のものは右上に中ほどまで裂ける。先端は突き出して尖り、基部は幅広い草木型。葉の縁は細かな巨子か波状の巨子がある。葉心の大きさは8から11センチメートル。傭兵は 長さ1から2センチメートル下記は10月から3月頃まで。やや円錐状の三胞花序の形で多数の頭花をつける。頭花は計1.4から1 8センチメートルで、花色は黄色。花柄には細かな毛が密生している。双方は筒状となっており、双方辺は8個で、長さ6ミリメートルほどで、その基部には、 前景の小方片が多数並んでいる。絶妙花は互いの間が開いており、8個ほど。痩せ花は長さ約3ミリメートルで短い毛があり、綿毛は白くて長さ5ミリメートル。和名の意味は大金菊で黄色い花が多数咲く様子を積み上げた金に見立てたものである。別名に雪見菊があり、冬に咲くことによる。佐竹ほか片は、 本州の分布についてまず、団体南部は熱帯としており、その上で、日本の分布域を本州と四国としている。これに対して、長田では、徳島県が追加され、和歌山県南部と徳島県では稀で、高知県ではやや普通であることが記されている。さらに、熊本県でも発見されているらしい。三重県でも記録がある。紀伊半島が北限に当たるようだが、和歌山県では、 山本のまとめによるとその北限はいくつ仮説はある、もののほぼ中部の日高郡である。三重県においては南部に限られ、大和市と熊野市で確認されている。和歌山県での記録をまとめた山本はかつて記録のあった場所で見つからない例や、逆に以前はなかったはずの場所で旺盛な繁殖が見られる例が多いことなどを挙げ、多年生の植物としては象徴が激しいものであるかもしれないと述べている。 分布の中心が南にあり、紀伊半島が北限であることから気温、特に冬の低温が分布の制限要因になっている可能性があること山本は指摘し、1月の平均気温摂取6度の線が本州の分布北限とよく一致することを述べている。その上で、南九州、伊豆半島などやはり1月平均気温摂取6度を クリアしている地域に本種が分布しない点については、本種が、紀伊半島や四国に分布域を広げたのがそう古い、時代でなく、まだ分布域を広げきっていないことによるかもしれないと、している。国外での分布は、台湾、中国、ヒマラヤ、ベトナム、フィリピンにわたる。日本では、団地の海岸の崖に入る。ただし海岸そのものではなく、海岸近く、ということのようで、 長田では海岸近くの崖や林園とあり、高知の海岸線沿いを車で走るとよく見かける、という。和歌山県の場合、海岸近くではあるが、木の国塩菊やアゼトーナなど、海岸植物とされるものの生育場所よりは内陸であり、特に引川では海岸から10キロメートルも内陸に入った場所でも、生育が見られ、多くは明るく明けた斜面であった。他方、 台湾やヒマラヤでは山中に生えている。気温属は世界に様々なものがあるが、日本ではツル状になるのは本種だけである。また葉の形が長い三角状、つまり、基部で両側に軽く突き出すようになっている葉の形は、かなり独特で、少なくともこの植物が生育する、日本国内では判別は容易である。環境省のレッドデータブックでは、純絶滅器具に指定されている。 県別では、和歌山県、徳島県、それに、熊本県で指定がある。高知県で指定がないのは、上記の、高知県内ではやや普通ということに対応している、ようである。道路工事、土地造成などによる減少が懸念されている。特に具体的な利用例はない。ただその花は美しく、ここの頭花は小さいが多数群がって、咲くために干渉価値は認められている。 佐竹ほかへは植物学的な標準の図鑑であるにもかかわらず、本種の記載の最後に陶器の海岸の崖をかぶって綺麗であるという記述が付けられている。ただし栽培されるという話は聞かない。大きすぎるからであろう。以下、種として、長田 P31 佐竹ほかへん P183 から184長田 P312019 年8月15日。 閲覧三重自然史の改編著、P78 山本、P112 三重自然史の改編著、P78 佐竹ほか編、P184 佐竹ほか編、P183 永田、P31 山本、佐竹ほか編、P183 山本、環境庁、P558 佐竹ほか編、P184。ありがとうございます。